はい、皆様どうも、イランカラフテ。あのダンベルを落っことしそうになってやべっと思ってパッて拾ったら手首を思いっきりひねった残念なおじさんです。いやー、めっちゃ痛かった。まあ、あの結構前なんでね、もう良くなってきてるんですけどね。筋トレしようと思ってダンベル買ったのにダンベル落としそうになってうわって掴んで手首をひねるっていう、これ先に手首をどうにか鍛えた方がいいんじゃないかな俺。もうねえ、衰えてますわ。まあそんなことはどうでもいいとして、はい、あの実はね、ここね、あのグレン祭のイベントなんですけど、はい、でこれもね、実はちょっともうやった後なんですよ。動画撮り終わった後にこの前のね、この喋るくだり実は撮れてなかったんで今撮り直してるんですけどね、あのチョコボがね、本当にこうやってなんか降りるとなぜか下にこうチョコボが行っちゃうっていう、これでびっくりしたとかっていうのもさっきやってたんですけど、あの本気でびっくりしたんだよ最初は、知らなくて。でびっくりしたんだけど、それもちょっと撮れてなかったんで、はい、今テイク2です。うん、それもまあ包み隠さず言っていくっていうね。で、あの今回何をするかっていうと、まあ、何をするかっていうか、もうね、動画撮った後なんだけど撮った後なんだけど、この説明がね撮れてなかったんで、ちょっともう一回喋るんですけど、この3種類あるじゃないですか、グレンサイの撮ったらこったらってね、これこの3種類ね、これ俺一番好きな人ね、あのグレンサイの黒騎士っぷね、あのブラックウォーリアさん、この人好き。今ね NPC ランキングで言うと俺エッタちゃんの次ぐらいに今この人好きね。まあそれはいいとして、まあ、この3つのクエストがあるんですけど、これを、まあ、大体ね1回やったらもうあとフェイトずっとやって、何グレンサイ手形みたいなのをみんなもらうと思うんですけど、このクエストを3回ずつで、この赤き拳3回と黒き疾風3回と黄金の花を3回やると、その3回目のクエスト最後にこの人たちのセリフが重くそ変わります。はい、でそれを今やってきたんですけどね、まあそんなになんか感動するほどでもなかったけど、おおーっていう感じだったんでね。でちょっとね、ネタバレになっちゃうから、それを全部動画でやろうかどうかっていうのはすごい迷ったんですけどね、めちゃくちゃ迷ったんですけど、あのグレンサイってほら、もう今日8月24日なんですよこれ撮ってるのが。でもう明日明後日で終わっちゃうでしょ、8月26日まででグレンサイのイベントって終わりなんで、それを過ぎちゃうとこれやってない人はもう一生見れないわけじゃん。なので、まあ、こうやっておっさんベラ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 無駄に喋るんですけど、うん、まあそのまあネタバレがちょっとっていう方は、まあ、この辺でブラウザバックしていただいて、あちょっとそのイベント見逃したっていう方は、まあ、おじさんがどうしてもねこうベラ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 喋ってしまってうざいとは思うんですけど、まああのあなるほどこんなイベントが起きるのかっていうのをねちょっとこう見ていただければと思って、はい、全部垂れ流します。まあ結構ねその何こう向かう途中とかはカットしますけど、はい、まあそんな感じでグレンサイのなんだあの人たち、なんて言うんだっけ、あのなんとかウォーリアなんとかウォーリアなんとかウォーリアっているでしょ、あの人たちのセリフが変わるという、あのそんな動画でございます。はい、ではどうぞ。ああ。ダメだダメだダメだ、やはり君を助けないと俺は何もできないのか、何が火消しの戦士だ、こんなにああ、いや素手で火消すのはちょっとね無理だと思うんですけど、大炎獣の手下、まさか、む油桶に突っ込むつもりか、湯桶油桶、おお、おお、この勝利何かがつかめた気がするぞ、それもこれも危険な特訓に付き合ってくれた君のおかげだ、ありがとう。はあ、こんな感じで、3回やるとこうやって変わるんですよ。ねえ、
ちょっとね、新聞配達の愚痴なんかをね、ずっとぼやきながらやってたんですけど、ちょっと微妙だなと思ってカットします。じゃあ次あれだね、こいつらをとりあえず捕まえて、あの黄金の人もちょっとやろう。はい、じゃあイエローウォーリアさん、よいしょ。こいつはどうなるんだろうね。俺ね、黒き疾風の人は見たんだけどね。弾けるほどの息のいいボンバード。まあここら辺はあんま変わってないね。どう。まあ斧持ってるってことは多分タンク、お。吹っ飛んだぞ。心配なんてしてくれるなよ。こんなの全然聞いてねえからな。今までがぬるすぎたもんで油断したってやつだ。え、3回目でちょっと油断しちゃったんだこの人。とはいえこんな簡単倒れるようじゃ心配性のレッドウォーリアも安心させられねえな。お、レッドウォーリアが英雄にこだわるのは深い深い理由があるのさ。それはあるガキと交わした約束だ。ここでこの音楽流れんだね。レッドウォーリアは火消しの戦士のリーダーだ。奴が交わした約束は俺たち3人の約束だし、奴の夢は俺たち3人の夢なのさ。だから俺はどんな豪華にも耐えなきゃなんねえ。リーダーが約束を守り抜いて真の英雄になるためには、地味でイケてない特訓だって乗り越えてやるよ。てなわけでこれからも頼りにさせてくれよな。じゃあ俺はもう少し特訓に励んでいくぜ。あんたはヘールマガに特訓の、いやあの、いや、ちょっと待って戻す。ここだけの話だが、レッドウォーリアが英雄にこだわるには深い深い理由があるね。それはわかるよね。それはあるガキと交わした約束だ。いや、どういう約束を交わしたのか俺知りたいんだけどね。ちょっとそこ欲しいよね。火消しのリーダーだ。奴が交わした約束は俺たち3人の約束だし、奴の夢は俺たち3人の夢なのさ。いや、いいことなんだけど、いいんだけど、そのとあるガキと交わした約束っていうのがちょっとどういうあれなんだろうね。ちょっと気になるな。え、これ去年とか一昨年とかのグレンサイでなんかあったっけ、そんなの。俺全然本当に覚えてないんだけど、ありましたっけそういうくだり。覚えてないな。とりあえずじゃあ、ブラックウォーリアさんのとこに行きます。はい、おじさん大好きブラックウォーリアさん、まあ来てくださったんですね。いや来ますよそりゃ、もうあなたのために来ますよ。これね、髪の毛青じゃなかったらもっと好きだったんだけどな。青い髪の人っていないよね、そうそうね。たまにおばちゃんなんか青とか紫に染めてる人いるけどね。はい、ロランベリーシェイブダイサー用意されてますか。用意しましたよ。わざわざ買ってきたよこれ。キャ、冷たい。やはりこの冷たさにはどうしても慣れません。では早速特訓を始めましょう。でも分かる分かる、あの俺も実はアイスって、あのスーパーカップとかあるでしょ、あれ一個食い切れないんだよね。だいたい嫁にギブアップっつって半分以上渡すんだけど、分かるねこの気持ち。でもアイス食べたくなるんだよね、暑い時ね。でも全部は食えないんだよな。だからね、あのハーゲンダッツのちっちゃいのあるじゃん、ちょっと高いけど、あのサイズがねほんとちょうどいいんだよね。スーパーカップね、ちょっと俺には多いんだよなあれな。やっぱ甘いしね、俺甘いのも結構苦手だから、なんかね、ちょっとスーパーカップ多いんだよね。ああ見つかってしまいましたか。あまりに早くいらっしゃる。これ一緒だよね、多分一緒だよね。でもロランベリーシェイプドアイスってうまそうだよね、見た目。多分全部は食えねえけど俺。でこの人みたいに一口では絶対食えないよね。ああ芯から凍りつきそうです。これも大して変わってないね。どう、あの結構筋肉ムキムキのハイランダーがさ、もう何、あなたにね何が何でも食べていただきますみたいなこと言ってるけど、ちょっとララフェルに言うのもどうなんだろうなってちょっと思っちゃったりはなんかするけどね。するけども、ハイランダーだから俺は許す。
もうハイランダー大好きだから、もうブラックウォーリアさん大好きだからね。エッタちゃんの次ぐらいだよ今俺、エオルゼア NPC 大好きランキングで言うと、これね、エッタちゃんの、エッタちゃんの次だよこれ。ぐぬぬ、あと数分あれば目標達成でしたのに、また冷たいもの食べる。いやー、数分待ってあげたいんだけどね、待ってあげても変わんないからね。うー、体が冷えて、体が震えてお腹がゴロゴロです。こうなったらもうこう一緒だね、一緒だけど、絶対ね、絶対ね、そんなお腹ゴロゴロの状態であんなスクワットしたらね、ね、なんか出ちゃうよね多分。エオルゼアね、やっぱトイレないからね。そうなんだよな、エオルゼアね。ラムサーバーのね、あの俺の個人宅にはちゃんとトイレ設置してあるんだけどね、めっちゃトイレっぽいトイレを作ってね置いてあるんだけど、やっぱねラノシアねないからね。ちょ、カーバンクルサーバー人多いから、もしかしたらね、ハウジングにトイレ作ってる人もいるかもしれないから、ぜひこの人に教えてあげてください。そんな筋トレしないでトイレ行けってね、教えてあげてください。ああ、やはりあなたには叶いません、あと10回で達成でしたのに、キンキンに冷えたブツを噛みしめ反省します。ちょっと待って、じゃあキャンセルするよ。あと10回って言ったよね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、よし、もう12回以上やったね、やったね、もう10回終わったからね。ほら、セリフ変わんねえんだもん。目標達成してるって、ブラックウォーリアさん、もういいって。はい、でもこれも3回目なので確か変わるはずです。一口で食うから腹壊すんだよこれ、ゆっくり食べなさいよ。いたたたた、情けなさに任せて氷をかき込んだせいか眉間がキーンとしてしまいました。はっ、そういえば故郷の裏側で初めてレッドと出会ったのもキーンがきっかけでした。すごいきっかけでしょこれ。俺これはね見たんだよ、この人だけ見た、メインキャラでね。すごいよね、あの頃私は興奮をしていました。劣悪な環境で懸命に働いても得られる賃金はわずか、その職すら富豪たちの都合で簡単に奪われたものです。ひどいよね、辛い過去があるんだよこの人には。やけになった私は有り金はたいてローラメリーシェイプダイスを買いました。だからさ、これもすごいよね、だってグレン祭のイベントでこれ600ギルだっけ、600ギルぐらいで売ってるじゃん。だから有り金はたいて、まあ値段が一緒だったかどうかはさておき、まあ、約600ギル、600ギルが有り金はたいて買うような生活だったんだよこの人。相当きついでしょ、相当きついよね。ねえ、どんだけ劣悪な環境だったのっていう話だよね。ほら、灼熱のザナランでは高級品で憧れの料理でしたから、だからもしかしたらあれかもしんないね、ザナランだったら1万ギルぐらいしたのかもしんないよね、ウルダハとかだったら。あいつらほら、もう金と欲にまみれてる、いやなんでもないね、結構欲にまみれてそうじゃない。だからね、有金はたいてロランベリーシェイプダイスを買うっていうこの人の生活がかわいそう、すごい、もう無超共感しちゃう、もうかわいそうでしょうがない。これ NPC で仲間とかできねえのかな。ランベリーシェイプドアイスを一気に書き込んだとき、眉間にキーンと感じたことのない激痛が発したのです。驚いた私は思わず倒れ込みました。すごい。そんな私を解放してくれたのがレッドウォーリアでした。彼は親身になって私の事情を聞いてくれた上で冒険者として一緒に旅をしようと誘ってくれたのです。いい話だよ。レッドウォーリアは今英雄を目指してもがいていますが、私にとってリーダーは出会ったときから英雄です。もっとも本人にそのことを伝えても納得しないでしょうが。そしてここでこの音楽だからね、ちょっとなんかタイミングが、うん、まあいいか、つまらない話を聞かせてしまいましたね。でもおかげで私は初心を思い出しました。ありがとうございます。あなたも私の英雄です。ああ、なんだかやる気が湧いてきました。もっと鍛錬したいので私は行きますね。あなたはヘールマガに今回の報告をお願いします。うん、レッドウォーリア、レッドじゃねえや、このブラックウォーリアが一番俺いい話な気がする。はい、まあこんな感じで、イベントを3回ずつやると、皆様がね、1人ずつちょっとした小話をしてくれるというものです。ねえ。いや、これさ、だからネタバレになっちゃうから、すごい迷ったんですけど、でもグレン祭ってさ、シーズナルイベントだから終わっちゃうと、ね、やらないで終わっちゃうともう一生見れなくなっちゃうでしょ。だからね、なんかこうおじさんがね、ベラ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 くっちゃべってるこんな動画でちょっと申し訳ないんですけど、
まああのね、自分の動画をこうちょこちょこ見ていただいてる方だったら、まあそろそろ気にならなくなってきたかなとも思うので、おっさんがねこんなよくわかんない話をベラ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 するのもね、あの気にならなくなってきたかなとも思うので、はい、今回ちょっとこう垂れ流してみました。大してねこの辺のセリフ買わないんだよね。ブラックウォリアに代わって礼を言う、うん、これからも協力を頼む、だからね。大丈夫？俺3回で3回やったら変わるっていうのは聞いたけど、俺100回やったらさらに変わるとかそういうのないよね。あってもちょっとさすがにやらないよ。これね、ここのね概要をちょっと変わってくれれば分かりやすかったんだけど、はい、まあそんな感じで、ちょっと待って、やっぱりこいつら下行くんだね、このチョコボとフェアリーって。あー、まあいいや、はい、そんな感じでとりあえずこのシーズナルイベント、まあ8月26日までなんで、もうそんなにね期間もないんですけども、まあ、もし今できる方はぜひぜひ3回ずつやると、ちょっとあの人たちのこう会話っていうかセリフが変わったりもするので、まあ、ぜひぜひやってみてはどうかなと思います。はい、そんなこんなでもう多少ちょっとネタバレ挟んでしまいましたけど、こんな感じで今回は終わろうと思います。はい、それではご視聴ありがとうございました。したっけねー。